はい、今度はドラムの方もエレキドラムになりますね。機材の方も調整していただいてます。最後にですね、盛り上がっていきたいと思いますので、今日はね、障害者と健常者のコラボということで、朝早くからライブしていただきまして、こういうイベントに、参加させていただくことを、非常に光栄に思います、本日最後の場面ヨーローズですね。ヨーローズはYou Only Live Once と人生一度きりというイベントでバッタリを作らせていただきました。ちょっと懐かしい昭和の歌を歌いますけども、3曲か4曲目ですけど、聴いてください。ちょっとですね、ギターが出ないと、どうですか。Thank you.
30分あの青瀬さんの駐車入り口に待ってましたけどね、うん、あの駅前も人がだいぶ分かって増えてきましたね。あの1年2年前はあの駐車場に来てもすぐ入れたんですけどね、うん、あのまあ人いっぱいいましたね、賑やかになって、非常に、まあ、我々ここでできることが非常に、楽しみで嬉しくて、人がいっぱいいまして、ちょっとでもあの足を踏めていただく方が増えたらいいなと思っております。はい、ネタがなくなってきました。真面目だからびっくりした。ネタがなくなってきました。
ガッツポーズですね、ちょっと一足先に歌わせてもらいました。どんどんいきましょうね。はい、次の歌は、斉藤和義さんということの、優しくなりたいというドラマの主題歌でございますね。はい、この歌を、歌っていただきます。いきましょう。
お待ちください。じゃあですね、今日の主催者の五十嵐さんに、マイクをスイッチします。ヨーローズ演奏ここまで、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございます。はい、じゃあ五十嵐さん、まだ次がありますからね、まだそのままお願いいたします。改めまして皆さん、今日は本当にありがとうございます。本日のイベントを主催させていただきましたプロスピード代表五十嵐と申します。福井市海北町の出身でございます。小学校だけ言います、啓蒙小学校卒業でございます。事情があってね、長い間約30年間福井を離れておりまして、海外で音楽活動をしておりました。ある日突然、急性アルコール中毒じゃないですね、急性ウイルス性脊髄炎という病気になりまして、頸椎を摘出して骨盤を移植という手術をしまして、全身麻痺の状態からここまで回復した。これも音楽の力だなとつくづく思います。音楽やっててよかったなと、そういうような、経歴で何か福井に恩返しができないかなと思った時に、今年ですね、福井国体がありまして、そして障害者スポーツ大会もあると。自分が健常者から障害者になった時に、障害者との接し方というのは変わりました。今まで健常者の時には、障害者というのは困ってる時には何かしてやろうかなと上から目線でしかなかったんですけれども、自分が障害者になった時にいかに自分が浅かったかということを思い知らされました。そして障害者の方が悪いわけではないし、先天性の方がよくね、ご家族の方は家に閉じ込めて外に出さないとかっていう、そういう時代もありましたけれども、皆さん同じ地球で同じ時間同じ命を過ごしてます。ですから障害者も健常者も関係ない、垣根がない。そして老若男女ですね、大先輩の方々も小さなお子さんたちも、音楽というコミュニケーションツールで心を一つにしましょう。そして県民の手でイベントを作り上げて、福井国体や小スポを盛り上げていこう、そういうような思いで今回このハッピテラスでイベントをさせていただきました。約20組の演者さんが賛同してくださって、そしてずっといらっしゃるお客さんもいらっしゃいます。本当に本当にありがとうございます。皆様の意識を国体と障害者スポーツ成功に向けていただいて、日本で一番幸せの県福井に、日本中から来てくださる方も、本当に福井はいい県なんだよ、幸せな県なんだよ、感じていただいて帰っていただきたい、そういう気持ちでおもてなしというタイトルを、作らせていただきました。最後になります。これはフラックのプロスピュートという、障害者応援団体ですが、名古屋に今事務局がありまして、全国でいろいろライブをさせていただいているときに、その土地その土地でいろんなミュージシャンたちが賛同してくださって、ここに活動してくださっております。被災地の方にもキムヤン、ご存じない方もいらっしゃるかもしれませんが、聴覚障害のギタリストです。耳が聞こえません、話すこともできません。音楽音を知らないギタリストなんですね。奇跡のギタリストです。本当に素晴らしい、彼と行動を共にしていろんなところでライブをさせていただいておりますが、その時に最後に歌う曲があります。 Together という曲になります。歌詞出ますか？ Together。 先ほど申しましたように、老若男女関係ないよ、心を一つにしましょう。一緒に被災地で苦しんでいる人たちは本当に苦しいでしょうけれども、応援してあげようという、応援させていただきたいと思う人たちもそれぞれにいろんな思いがあって、苦しみながらも毎日生きてます。一人じゃないんです、みんな一緒です。一緒に生きていこうということで、 Together という曲をオリジナルです作らせていただきました。最後歌わせていただきます。よろしくお願いします。Do you
撤収。